こんにちは、伊藤桃広です。今日ご紹介するのはですね、これです。まあ、デンタルフロスなんですけど、僕はですね、去年親知らずをですね3本抜きまして、でまあそのきっかけになったのは奥歯の虫歯だったんですけど、奥の方のね、親知らずのすぐ隣のその奥歯とかっていうのはなかなかね、歯磨きだけじゃ届かなかったりして虫歯になる人って多いらしいんですよ。で実際僕もなってしまって、結局奥歯は抜く羽目になってしまってですね、でそのついでにもう親知らずも抜こうよみたいな話になって、まあなんやかんやってね3本抜かれて、もう今は親知らずは全部ないんですけど、でその時にねやっぱ紹介されたのが、もう歯医者は必ず使っているらしいんですよ、このねデンタルフロスってやつを。まあ要は糸ようじみたいな感じですかね、わかりやすいので言うと。で僕はね、なんかこの糸ようじを使うと歯と歯の間がねなんか広がるんじゃないかとかね、なんかいろんな話というのがね、なんかそういう噂みたいなのを聞いてて、なんかあんまり使いたくないなっていうのあったんですけど、でもね実際もう歯医者がもう必ず1日1回使ってるらしいんですよね。だからもう歯医者がそんだけ進めるんだったらもうやろうかなと思って、まあ実際やってみたらすごくいいんですよ。デンタルフロスにももうほんと糸だけ入ってるやつとかねいろいろあるんですけど、これが使いやすいです。これがすごい使いやすい、こいつ、これがすごく使いやすくてですね、もうほんとこう突っ込んでね、シュ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 ってね、まあ、必ずこのデンタルフロス使うときは左右にシコ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 というのが、そのシコシコじゃないな、まあノコギリ状にね、ノコギリ状にザク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 やって、はーくはーく入れていくみたいなね、もう感じでやるんですけど、めちゃめちゃねこれがすごく使いやすい。で結構ねその100均とかで売ってるような糸ようじみたいなやつはですね、もうほんと糸だから全然入りがね悪いんですけど、こういうちゃんとしたねデンタルフロスはこれなんでできてんだろう、高強度ポリエチレン、通りもすごい滑らかなんですよ。ですごい使えるんで、で結構僕はこれを使うまでは爪楊枝をよく使ったんですけど、むしろ爪楊枝の方が無理やりグリ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 やるからあんまり歯に良くないみたいで、爪楊枝使うぐらいだったらもうこいつでねシャ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 っとね取った方がいいみたいなんですよね。でね、食べかすっていうのはですね24時間で歯垢になるらしいんですよ、汚いやつで。その食べかすがさらに24時間、つまりご飯食べてから48時間経過するとですね、その食べかすっていうのは歯垢になり、さらにそこから歯石になるんですよね。で歯石になるともう固まっちゃうから取れなくなってくる。で一番そのダメなのはね、まあ、歯を磨いててもその微妙な隙間に溜まってく歯垢が48時間で歯石になり、でそれを一回取り逃すとさらに48時間後にもう一個、まず一回歯石ができるじゃないですか。でその上にさらに48時間経つとね、こいつは取れずにそのまま48時間経つとまたさらに歯石が溜まる。で歯石ってね、残ってるとその上にってなって、どんどんごつくなってくるんですよ。で結構がっつりしたね硬い歯石になっちゃうんですよ。毎回ちゃんとねこういうデンタルフロスで取りましょうねっていうねお話です。でそのね、まあ歯石が溜まっていくとね、別にいいじゃん歯石なんて溜まってもってね思う人はそんなにいないと思いますけど、それ溜まるとそいつを栄養素にして虫歯になっていくっていうね、虫歯菌がねどんどん繁殖していくってことになるので、だから私はちゃんと毎日朝夜歯磨きしてるから大丈夫わっていう方もね、デンタルフロスは1日1回は使った方がいいです。もしくは48時間以内だから2日に1回は絶対使ってほしいところですね。で結構ねほんとやってるとねこれ使わないとなんか気になってしょうがなくなってくる。でこいつはこれ18本入りでなんか500円だか600円だかしたかもしれないんですけど、ただこの1本がね結構長く使えるんですよ。もうシャカ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 やって、で水で洗ってってやってるとね、結構これ1本でね3日4日は確実に使える、下手したら1週間使えるかもしれない。1本で1週間で考えると18本も入ってるから余裕で1ヶ月以上持ちますからね。まあよかったらね、まあぜひ試してみてくださいっていう今日は動画でした。ありがとうございました。